ディンムハメット・アーメドビチクナー・エーフは、カザフ・ソビエト社会主義共和国の政治家、ソ連共産党員、ベールヌイ氏出身。1936年、モスクワ非鉄金属、金大学を卒業し、鉱山技師の資格を得た。1939年、ソ連共産党に入党。大学卒業後、ブリバルハシュストロイに派遣。第二次世界大戦中、 アルタイポリメタルコンビナートの副主任技師、技術課長、並びに、レニノゴルスク鉱山管理所、リッテル鉱山所長。その後、カザフソビエト社会主義共和国人民委員会議議長、カザフソビエト社会主義共和国科学アカデミー総裁、カザフソビエト社会主義共和国閣僚会議議長、カザフスタン共産党中央委員会第一書記として、働いた。 レオニード・ブレジネフ初期長とはブレジネフがカザフ共産党第一初期時代アカデミー総裁首相として農業改革を手伝った間柄でありブレジネフの中央復帰初期長就任とともにクナーエーフも厚く偶された。クナーエーフは20年以上ソ連共産党中央委員会政治局員であり25年以上カザフソビエット社会主義共和国最高会議 大議員だった。1986年12月11日、クナー F の不在時に政治局会議が突然開かれ、彼は年金生活に送られた。12月16日、カザフスタン共産党中央委員会幹部会会議が行われ、ロシア人のゲンナジー・コルビンが第一初期に選出された。このことはカザフ人の暴動の原因ともなった。また、スターリンから、 コルバチョフの時代を生き抜き、スターリン時代からの最後の生き残りとなった。1991年8月19日のクーデターから2年後の1993年8月22日に死去した。82歳ボーツ。100件以上の科学論文を有する。カザフソビエト社会主義共和国科学アカデミー会員。社会主義労働英雄の称号を3度受賞。著書に、 私の時代、スターリンからゴルバチョフまでがある。ありがとうございます。